お疲れ様です。それでは本日3月29日の暗号通貨ニュースをお届けしようと思います。全体のマーケットを測る上で大事なのがこの時価総額なんですけども、現在421兆円の規模で暗号通貨と言われているものがビットコインをはじめアルトコイン全てにおいて金額がね、こうやってマーケットとして占められております。421兆円ですから、これが保有されているということはね、まあ日本の国家予算に匹敵するんではなかろうかと思います。もちろん特別会計を含んでのことになりますけどもね。とてつもないでかい金額っていうことがわかります。で、こちらの方をクリックすると、今までマックスって書いてるでしょ。今までの時価総額がどのくらい大きかったのかってことが、暗号通貨業界が始まってからずっとわかるようになってます。それこそ生まれた時2014年頃っていうのはゼロに近かったわけですけども、ずっと伸びてきてね、もう鳴かず飛ばずの時代が3年4年とあったわけですよ。そして2018年になると少しだけ100兆円規模でマーケットができてきました。まあこれによってね、日本の一般会計予算と同じぐらいだってニュースもあったぐらいなんで、あ、一つの国家に匹敵するぐらいのお金が集まり始めたんだなっていうことが認識できたわけですよ。その後ですよ、ぐーっといわゆる低迷期というのがありまして、低迷期って言ってもね、2018年のバブル頂点、つまり出川の時代以前よりもだいぶ高い水準なんですけどもね。それから2021年に、例の感染症が世界を駆け巡った時になぜかブレイクしてですね、ここまで高値をつけてもう一つ山を作ったということになります。この山と同じぐらいのところが今来てるわけですよ。ですんで、2022年の暗号通貨マーケットのピークと同額ぐらいが今踊ってるということになります。それが2024年ですね。今後ね、どのぐらい大きくなるのか分かりませんし、まあこういった暗号通貨みたいなね、言ってみれば蜃気楼みたいな話ですから、立ち消えてゼロになることも当然考えていかなくてはなりませんけども、さあどうなるでしょうね。で、現在の取扱コイン、コイン月光では13,536と増えて、取引所も1031と少しずつ増えております。ちなみに取引所、どんなところがあるのかクリックしてみましょうか。バイナンス、バイビットっていうのはね、ビッグで有名なところですよね。トラストスコアが10分の10ということで、もうこれは最高値になってます。コインベースもやっぱり有名なところだと思います。 OKX とかね、クラーケン、クーコインとかね、有名どころが並んでますね。で、日本の暗号通貨の取引所がね、全然ないんですよ、でも。ねえ、なんかその、日本の有名企業が30年前はね、上位10社のうち6社、7社を占めていました、みたいなところから、30年後の今は、トヨタ自動車ですら、上位50名の中に入ってるぐらいですよ、みたいなのとね、ちょっと似てるかもしれませんけども。全然ないですね。ビットバンクが36位です。はい、ということで、今のところね、ビットバンクが、まあ一番信用度が高いのかなっていうところですね。コインチェックとかね、それから、ビットフライヤーっていうのもね、ありますけども、それは随分下の方に来てるのかな。あ、ビットフライヤーありますね。55位ですね。まあ、こんな風にね、立体的に見ていきましょう。あ、コインチェックもありましたね。日本の暗号通貨の取引所って、そこまで信用度が高いわけじゃないってことがわかると思います。はい、じゃあ今回は以上です。